八条ノコギリクワガタは、高注目、クワガタムシカ、ノコギリクワガタ属の一種である。日本のノコギリクワガタ属では、最小種である。近年では、生息数が減少している。かつては、ノコギリクワガタの八条島種に分類されていたが、現在では、独立種に分類されている。体長は、 オスが27.5から 59.2mm、飼育カ58.0メスが23から 35mm、ノコギリクワガタと比べると、大顎や頭部が発達しておらず、体も小さいため、日本に分布する4種のノコギリクワガタ類では、最小種になる。大型個体は少なく、大きい個体であっても、大顎は、ノコギリクワガタ特有の屈曲はせず、 強く湾曲したり長く発達せず、せいぜい、ノコギリクワガタの中型個体程度となる。足が短く、布節が短い。体色は黒色が多く、光沢が強い。八丈島の実に生息し、同じように日本国内で、世界でこの島にしかいない種としては、奄美大島の奄美山ミヤマクワガタがいる。紅葉樹の森林に生息する。生息数は、やや多い。 成虫は、活動期が4月下旬から7月であり、ピークは5月から6月である。夜行性。立派な講師を備えるがほとんど飛翔はせず、夜間、カミキリムシ等が多く集まる等下にも飛来することは、ない。他のノコギリクワガタ族のような樹液、不可等への来臭は特に観察されない。後食行動そのものも、不活発で。 成虫が野生下で何を食べているのかよくわかっていない。日韓行動全般にも不明な点が多く、彼らはもっぱら臨床を歩行しており、しばしば路上に現れたり速攻に転落した個体が見られる。日中、落ち葉や倒木の下などに隠れている個体もしばしば見られるが、日差しを避けたりたまたま落ちた速攻で行き場を失ったりといった以上の意味はないらしく、多くの個体は中高。 夜行の区別なく活動する。部下脱出後の成虫の寿命は2から3ヶ月程度である。メスは、紅葉樹の立ち枯れの地中部、倒木の埋没部やその周辺に散乱し、卵から孵化までは約1ヶ月である。幼虫は、柔らかい口木や土の中で生活し、口木を食べて育つ。2回の脱皮を経て、修霊である三霊幼虫となる。幼虫期間は、 1> 約1から2年である。サナギになるために、初夏にサナギ室を作り始めて、約1ヶ月かけて、サナギとなり、サナギから丘までは、約1ヶ月である。化した成虫は、そのまま一頭し、翌年の5月頃に、サナギ室を出て、活動を開始する。化した年に活動する成虫は少ない。環境省によって、現在絶滅危惧通種に指定されている。 本種は世界でも八丈島にしか生息しないために乱獲や生息環境の破壊は本種を追い詰めている要因となっている。同じように八丈島産の亜種の平田くあガも絶滅危惧、通種指定を受けている。ありがとうございます。